そもそもリーグオブレジェンド、このゲームを始めたきっかけ教えていただいてもよろしいですか？リーグオブレジェンド始まったのが10年か11年ぐらい前なんですけれども、まあその結構始まって割とすぐのシーズン1ぐらいからゲームを始めてて、まあ別のゲームもともと遊んでいた人たちがいて、まあその人に誘ってもらって、まあ実際やってみたらすごく面白かったんで、そのままハマったって感じですね。今までになかったような、その本当にいろんなキャラクターがいて、もういろんなステータスとかアビリティとかがあって、でしかもそうですね、そのシーズン1の時からもうすでにランクマッチっていうランキングを上げる試合みたいなのがあって、まあそのシステム自体もすごく面白くて、その2つが結構ハマった理由なのかなっていうのはありますね。その教えていただいた方っていうのはどういう方だったんですか？今実はこのインタビューも同席してる中野さんなんですけども、はい、そうなんですか？そうなんですよ。中野さん、そのゲームをお伝えなさった時というのは、このような世界が広がっていくというのは想像されていましたか？いや、もう何にも想像はしてなかったですね。まあ、当時からユタポンさんってすごいゲームが上手いプレイヤーだったんですけど、まあ、なんかもともと一緒に遊んでて気があったっていうのもあって、でまあなんか誘ったら気がついたらこんなことになってしまったっていう感じですね。そして今につながるって、こうなんかすいません、私今すごく感動してるんですけども、ご自身の中でやっぱりその出来事っていうのは大きかったですか？まあもちろん大きかったですね。結構日本だと割と知られていないゲームだったんで、まあ教えてもらわなかったらそもそもやってすらないかったんじゃないかなとも思いますね。ですから今のユタポンさんがあるのは、その時の中野さんとの出会い、そして中野さんの一言があったからということになるんですかね？まあそうとも言えますね。実際やっぱなんか人生っていつどこでどうなるのか分かんないですね。そうですね。何急に今日出てきたやつが感慨深く言ってるんだって今ね、ユタポンさん思われたかもしれないです。いやでもすごい心に来るものがありました。ありがとうございます。プロになっていくまでの過程として、高校生から卒業をしてプロになったという流れですか？もともと結構その知り合い同士で遊びでチームを作ってやってはいたんですけれども、まあそうしたらそのデトネーションっていう団体にまあ誘われて、でまあそこに所属はしたんですけれども、まあその時からまあプロといえばプロなんで、その時から考えると、まあ高校生の時も実際やってましたし、まあ高校卒業して大学入ってからもやってて、まあいろいろその学業と兼業してやってた感じですね。私本当にこんなことばっかり聞いて恐縮なんですけども、大学は何学部だったんですか？大学したいつ全然覚えてないんですけど文学部の英語系だった気がします。はい。その学部学科を選ばれたのってどういう目的があったんですか？そうですね、まあそこでやっぱゲームまた出てくるんですけども、まあ、そのリーグオブレジェンドっていうゲーム、当時始めた頃って日本のサーバーがなくてノースアメリカサーバーにつないでやってたんですけども、まあ、もちろんそのアメリカサーバーなんで、まあ、日本語はないですし、まあ、一緒にやる人もやっぱりそのアメリカの人ばっかだったんで、まあ、結構チャットとかも英語で割とやってて、まあ、多少そのやっぱ分からないこととかあったら調べることが多かったんで、まあ、他の教科よりは英語の方がその点でマシになってて、まあそう考えたらまあ英語系がいいのかなっていう感じで。ちなみに卒業論文ってお書きになりました？あ、書いたんじゃないですかね。やっぱ書いてますよね、おそらく。そうですね。さ、覚えてらっしゃればでいいんですけど、どういう内容だったかっていうのは。確かでもこれ全然関係のないようなことだ。なんか動画サイトでのなんかその音楽の動画構造みたいなそうなんですか？てっきりリーグオブレジェンドとこの英語の部分を掛け合わせてっていうところかと思ったんですけども、まあ最初、はい、正直そのやっぱ自分のやってることだったら結構簡単に書けるかなって思って最初そうしようと思ってたんですけれども、はい、意外と難しいなって思って。参考文献とかそういうところがなかなか見当たらないとかそういうことですか？そうですね、もちろんやっぱその
結構論文ってその他の本とか読んで引用とかしたりするじゃないですか、まあ、そういった部分でほとんどなんかできないなって思って、どうしたらいいんだろうなって感じでまあまあ無理だなこれはって思っちゃった気がしますね。確かいやそうなんです、やはり1回はそこを通ったんですけども次に進んでいった、その流れでその動画配信の音楽関係に至った経緯というのはなぜだったんですか。なんでですかね、もう正直その時あんまり何も考えてなくて、確か結構簡単そうだなって思ったのがそんな感じだった気がするんですよ。結構やっぱ動画サイトで音楽とか聞きますし、これだったら割とうまくネタにできるのかなっていう気がして、いやすいませんね、卒業論文の話を聞かれるとおそらく今日思ってらっしゃらなかったですよね。プロの活動をされていく中でここは苦労したなとかここは大変だったなという出来事って何かありましたか。まあそうですね、やっぱりその専業になってからはゲームをするっていうことだけに関してはやっぱり集中はできたんですけども、それまでのその兼業学業をしながらプロをやるっていうのはそのやっぱり海外に行く機会とかも結構ありましたし、単純に出席できない日数が多くなってチームのオーナーに来てもらってこういう活動してるんで出席どうにかしてくれませんかみたいな話もしてもらったりして結構いろいろ大変でしたね。高血とか高級とかいうやつですかね。そうですね、はい、ですから専業になってからはかなりこうじゃあ集中してできるようになっているということですね。そうですね、もう相当変わりましたね。やっぱり単純にやっぱりゲームに割ける時間も多くなるっていうのも当然ですけれども、そのゲームだけ考えていればいいっていうのもやっぱり全然違いましたね。リーグオブレジェンド、このゲームっていうのは個人ではなくこうチームで戦っていくものじゃないですか。こうチームプレーをしていく中でこう例えば気をつけていらっしゃること何か終わりですか。やっぱりそのチームでやるんで、まあ、最初の頃は正直もう全然考えてはなかったんですけども、最近はやっぱその5人でやるゲームなんで、まあ、チーム内でまあその言葉の話し方とか結構まあ雰囲気自体がそもそも悪くなったりするとパフォーマンスにも結構影響出たりするんで、まあ、割と単純に言葉の使い方をできるだけ気をつけたりとか、まあ、言い方とかいろいろやっぱりあると思うんで、割とそういうことに気を使ってはいますね。まあ、ポジティブでやろう、みんなちょっと重くならないように。そうだね、うん、ポジティブで、そうだね、試合中は特に。そうですね、アペ見て、アペ下がって、下がりながらアペ見て、下がってもいいの、これ勝てる、ゆっくりゆっくり、プレイチキだからゆっくり、俺チュニアル、チュニアル、ちょっとこれ、うん、俺上がる、これちょっと体重が上がる、より繊細な気配り、心配りっていうところもこう気をつけながらといいますか、意識しながらみんなで一つのものを掴んでいくためにユタポンさんは取り組まれていると。正直全然できない時期もやっぱりあったんで、まあ、だからこそできるだけ今は できたらいいかなとは思ってますね。やっぱりこうチームで戦っていくっていろんなことありますもんね。そうですね、まあ、そういう中で改めてなんですけども、この始められた頃というのはそういうふうにもう海外のサーバーに行って英語も読み解きながらプレーをされていたと思うんですけども、こう現段階での日本のリーグオブレジェンドのこう広がりというものに関してはどのように感じていらっしゃいますか。そうですね、結構難しい問題だと思っていて、今回の WCS だとかで結果を残すとやっぱ視聴者自体はすごく毎年増えてはいるとは思うんですけども、実際プレイする人が増えるかって言われると、まあ、僕個人的には、まあ、そこまでやっぱ増えないのかなっていう感じがしていて、はい、ただやっぱその海外の試合で結果を出すと、まあ、そもそも既存のプレイヤーっていうのがやる気を出して、まあ、今後僕たちの代わりじゃないですけども、すごく強いプレイヤーが生まれてくるっていう可能性も全然あるんで、盛り上がりっていう点に関しては全然問題ないとは思うんですけど、新規のプレイヤーの獲得っていう件に関しては難しい問題だなっていう感じはしますね。ですからこの機運が醸成されていった部分をさらに盛り上げていくには、新規でいかにまたこうどれだけプレイヤーが生まれて日本国内のレベルが上がっていくかというのが今後国際大会でも勝利を掴んでいくためには重要になってくると。
ということなんですね。そうだと思います。あ、そうなんですね。デスティネーションフォーカス2というチームはリタポンさんにとってはどういうものですか？結構もう人生って言ってもいいレベルのチームにはなってきてますね。